成田洋は日本の司会者 TAC 所属愛称はヒロちゃん一部では成田ヒロ表記も見られる東京ドームシティアトラクションズの野外劇場及びスカイシアターで上演されていたヒーローショーで司会を務めていたことで知られる少なくとも1983年の科学戦隊ダイナマンショーの時にはすでに司会を行っており2007年の 重剣戦隊激レンジャー賞まで25年以上も司会を務めていた。彼が司会を務めた賞は彼の待ったねえの声で締めくくられるのがお約束となっていた。当初は全公演の司会を一人で行っていたが2006年頃になると成田以外の人物が公演の司会を務めることも多くなっていた。しかし2008年のエンジン ゴーオンじゃあさよなら、スカイシアター。寝つき思いを蘇れ。では、久しぶりに司会に復活した。2006年11月19日に行われた、ライブイベント、スーパー戦隊、魂2にもサプライズゲストとして出演した。テレビアニメ、バンブーブレード第20話に、本人役として、特別出演。エンディングクレジットには、成田用と記載された。またね。 スーツヨアセルフ。2017年4月18日付。和田圭一のブログ。赤祭り7だ。2009年7月23日。2011年5月15日閲覧。鈴木美翔主催のイベント。赤祭り7での発言。ありがとうございます。